やった、ステルスペッパーキャロ、ステキャロ。よあ、おはようございます。おはようございます。10月の第4週の突撃トヨスタバス部。10月、もう第4週ですけれども、トヨスタ動画、これが最初の1本目です。やっちゃいましたね。やっちゃいました。ちょっと遊びすぎました。視聴者離れますよこれ。ということで、本日はメインフィールドの豊洲さんにやってまいりましたけれども、もう秋めいてきましたね。バチクソターンしてますね。そうですね。あっち泡だらけよ。なんか匂いがね、臭かった。まあ秋といえばもちろん巻物なんですけれども、はい、消化ノート見たらあまりにも悲惨な状況な感じはするのでなんか冬みたいなノートになってたけど、はい、なんとかちょっと魚を移していきたいなと思っておりますので、あ、ちなみにオードラゴンの、まあ、今年出たモデル買ったんすよ。 P ライン。あ、なんか色通常のオードラゴンとまたちょっと違うんだね。違うし、あの8本編みなのよ。あ、これ8本なんだ。そうで、別に俺4本編みの方が好きなんだけど、糸なり気にしないから。何がいいってコーヒー重系って太くても2号までしかなかったんだけど、これ3号まであるの。へー。カバスキャついてるあいつとこいつ MH の竿はもう3号にした。超視認性いいから、まあ GoPro じゃ映んないかもしれないけど。黄色と紫なんだ。そう、この黄色がすげえ見えるから、これはいいよ、老眼にはたまらないね。なるほど、もう僕らも年ですからね。そう、最近ピントマジ合わねえからそんな中僕はやっぱ秋なんで、あんまりみんな使ってないだろうなと思ってビッグバイブレーションで。超ギルじゃんそれ今日はちょっとバイブレーションで釣りたいなと思ったんで。すんげえ根がかりそうな服ついてんなマグナムギルソニックってやつかな、確か。フローティングバイブレーションだよ。バイブレーションゴリ巻き浮上からのバイト。10月の第4週スタート。パワー、パワー。朝一水温 19.6。まだまだいけるでしょう。とりあえずバイブレーションで今日釣りたいんで、105ミリサイズのバイブレーションで朝一やってきまーす。やっぱその橋脚の下絶対いるね。ほんと？うん、3本ぐらいいるよ。釣りやすそうなのが。結構いるよ。3、4本いるね、これね。あー、逃げました。逃げた？ちょっとレンジが深い感じで、ところで魚が反応したんで。バイブレーションで釣りたいナンバー2、TN80。おっしゃ、ナイス。え、あれ、嘘でしょ。嘘。いやー、食いませんな。とりあえずちょっとジグに変更を。ダン。
これね、動画面白いよ、多分。お、素敵やろ、入った。刺身釣れたわ。素敵やろ、素敵やろ、素敵やろ。おっしゃ、うわ、いやー、やばかったけど、やった。ステルスペッパーキャロ、ステキャロ、ステキャロフィッシュ、イエイ。これなかなかいいサイズじゃないですか。43。ありがとう、ありがとう。お疲れ様でした。10月の第4週の突撃豊洲サバスリブ、はい、いやー渋かったですね。渋い、渋くて、スタートは巻物でやろうぜって張り切ってましたけど、厳しい感じになっちゃいましたね。お前がライブスコープで追ってくるとか言うからよ。朝一のライブスコープで追ってきた魚ちゃんと僕仕留めましたよ。あれは別々。あ、そうですか。別々。何時間後よ、だって。8時間後ぐらいに仕留めましたよ。だめ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 。まあ、秋めいてきた形ですけれども、まあ、湖面は若干ターン気味で、水質はなんか良さそうじゃないよね。まあ、場所によるけどね。場所によるけどね。本日の釣果はどうだったんですか ?3 本。おぉ、なんだかんだで釣りますね。メインリグはもうダウンショットだったね。DS ですか。具は、うん、クワトロシャット。台湾のクアトロシャット、ワカサギみてえなやつ。自分はステキャロです。セルスペッパーのキャロ。バイブレーション釣れなかったね。バイブレーション釣りたかった。10月の第4週これで完ということでよろしいでしょうか。よろしい。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価のお願いします。じゃあまた次回の動画もお会いしましょう。またね。